はい、皆様、いかがお過ごしでございましょうかプルート向いです。さて、今回はですね、皆様にご紹介する作品はこちらでございますよはい。ジュラシックワールド新たなる支配者でございます。はい、ねもうね、夏休みのね、一番の話題作といっても過言ではない、子供から大人まで楽しめる作品、まあそういったものになっているんじゃないでしょうか。はい。ただですね、こちらの作品。 賛否両論巻き起こるんじゃないかなという作品になっております。なので今回はですね、このフ、えー、ジアシックワールド新たなる支配者がどういった作品だったのかというのをですね、ネタバレなしでご紹介していきたいと思います。こちらのプルート向井のシネマトークショーというチャンネルはこういったですね、映画のレビュー、そして小ネタ情報などを配信しているチャンネルでございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では早速行ってみましょう。レッツ Mm. Go! はい。ではですね、早速お話の方に入っていきたいと思います。えー、こちらのですね、動画、ネタバレなしになっているんですけども、数日後ですね、ネタバレありの動画も投稿いたしますので、もしよろしければ、下の概要欄貼っておきますので、ご覧になってください。今回のお話なんですけども、ジュラシックワールド炎の王国の内容はですね、ネタバレが含みますので、ちょっとそれが嫌だよーっていう方は、ご視聴をお控えください。まあ、もうね、これもしゃーないから、前作とがっつり引き続きになっておりますんで、はい、そこはご了承ください。ではですね、まず最初、 ストーリー紹介の方からしていきたいと思います、えー、前作からですね4年後が舞台になっておりましてまあ、世界中にですね溶け放たれてしまった恐竜たちでございますよそんなですね恐竜たちが地球上に住み着くようになりまして人間はですね恐竜たちとどういう風にしようかなと天やわんやになっているという世界になっておりますそんな中ですねワールドで主人公でありました主人公のオウエンそしてクレアはですね前作のシャーロットのクローンでありましたメイジーとですねまあ、3人で 人里離れたですね、山の中で暮らしているわけなんですよね。これはなぜかと言いますと、まあ明治ですね、クローンということでございまして、クローン技術が詰まっている、まあ実験材料みたいなものなんですよ。そしてそれが何者かに狙われちゃっているから、ちょっと隠れてらっしゃいということになっているわけなんですよね。そしてプラスアルファで、なぜかわかんないんですけども、近くにですね、応援の相棒であるブルーもですね、住んでいるという設定になっております。まあそんなブルーもですね、実は子供がいましたという設定になっておりますね。こんなですね、 メイジーとブルーの子供なんですけども何者かに誘拐されてしまうと <laughs>、はいまあ、こういった急展開になっておりますそしてこのですねオーエンとクレアはブルーの子供とメイジーを助けるために飛び立つというふうになっているわけなんですねそしてままだここからお話は終わりません もうその頃でございます。前作、ジュラシック・パークで,で主人公でありましたエリーはですね、とあるものの調査をしているわけなんですね。その調査をしている内容というのが、巨大イナゴが大量発生し、農場を荒らしているというお話になるんですよ。まあ、さっきのね、応援パートと全くちゃうやんっていうお話になりますよね。はい。まあそんなですね、巨大イナゴと言われるものなんですけども、実はこのイナゴなんですけども、白亜紀の生物の DNA を 混ぜたものなんじゃないかなっていうですねエリーは仮説を立てるわけなんですよその仮説を立証するためにグラント博士の元へ向かうという風になっておりますただこの DNA 操作というのはとある企業が絡んでいる というお話になるわけなんですね。果たして、応援クレアはメイジーを助けることができるのかそして、この巨大企業の陰謀とは一体何なのかそれが明らかになるというのが、ジュラシック・ワールド新たなる支配者の作品のストーリーになっております。まずですね、この作品サムネイルにもあった通りで、賛否両論分かれると思ってるんですよね。僕もですね、もうこのジュラシック・パーク・ワールドの集大成でございますよ。もうね、 ブラボーって言ってですね、締めくくりたかったんですよ。ただね、それが今回ね、できない。褒めたいのに褒めれないっていうジレンマに襲われているプルーと向井でございます。そこのお話をですね、していきたいと思います。まず、全体的に考えると、もう本当に集大成のですね、お祭り映画なんですよ。 うん。もうこれはね、言えると思います。それでこそ、作品もですね、過去の中で一番長い2時間半という作品でございますし、恐竜を使ったですね、アクションは過去一だと僕は思いました。そういったアクションというところでは、もう雪山を使ったりとかですね、あとは空の空中戦があったりとか、昔ながらのですね、森林戦があったりとかですね、もうその他にはメインイベントのカーチェイスというものも、チェイスシーンですかね、チェイスシーンみたいなのがあるわけなんですよ。恐竜と応援がですね、まあ、追っかけられ 結構していいるというとうころなんですけどもそこはですね、非常に見応えがありましたもうこのチェイスシーンはね、もう完全に007、クレイグ版のですね、007そのものでございました。まあそういったところではですね、にんまりしながら楽しめたというところがございます。で、新しい恐竜もですね、いっぱい出てきて非常に見応えがありましたね。うーん、ここは面白かったです。それいとこそう、毛が生えてるようなですね、今恐竜たちは実は毛が生えてましたとかいうお話が仮説であるじゃないですか。そういったものもちゃんとですね、 映像で表現していたというところは非常に見事だったんじゃないかなと思いますそして何と言ってもですねこの作品主役のですねキャラクターが678人ぐらい出てくるんですようんこれをね特徴をかなり活かしてるなーって僕は思ったんですよねそれでこそ主人公がですね8人ぐらいでねこんなね大所帯になってくると何をしてるんだかしっちゃかめっちゃかになっちゃって各キャラクターの特徴みたいなのを活かせないと思うんですよただ後半になるとああ なるほどね。 この作品は8人とか7人じゃないとダメだわって思わせるようなですね、演出になっておりまして、そういったところは非常に見応えがありました。それでこそ、アラン・グラント博士は恐竜に立ち向かっていったりですね、エリー博士は好奇心旺盛なままです。そのまま突き進んでいく。そして、マルコム博士はですね、頭脳を使ってまあ物語を進行していく。そういったですね、旧作品と新作品のキャストをうまく絡ませている。もうここはね、面白かった。そしてですね、これは ねもういい意味でも悪い意味でも本当にオマージュうん、なんかオマージュが効いていて特にパート1をですね見ている人からするとですねいろんなサプライズ要素が出ているなというところがございますで、まあ、イメージとしてはですね「スター・ウォーズエピソード7」みたいな感じです もう本当にファンサービス、ファンサービス、ファンサービスに徹している。今までのジュラシックパークワールドを見てくれててありがとう。そういったですね、えー、監督の色というものは伺えているようになっているかなと思いますね。なので、先ほどもお伝えした通り、オマージュ要素というところでは、この作品ですね、パート1は映像で見ていた方が、こう、胸にグッとくるようなですね、気持ちになるんじゃないかなと思います。はい。はい。で、ここからですね、まあ、賛否両論分かれるんじゃないかなと思 持っててていいいいいる理由についてお話ししていきたいと思まますす、ま、ずですねこの作品なんですけど久々にうわこんなご都合主義の作品あるんだなーっていう風に思わせるぐらいですねご都合主義でございましたねはいまあどういったところなのかっていうともうねもうパニックになっているじゃないですか主人公どもどもでこの作品先ほどもお伝えした通りもう8人とか7人ぐらいがですね物語の主軸になって進んでいくんですよそうするとですね たまたまそこにいた人たちとたまたまそこにいた人たちが見事にですね合流してやっつけるとかですねそういったものをただ繰り返しているんですよ。うん、ここはね見ていてい うわーなんか見ててどういう風になってるんだもうこの人たちの縁結びめちゃめちゃ強いやんっていう風にですね思いましたねはいそしてえっとですねこのお話なんですけども先ほどちょっと匂わしていてあまりお話はしていないんですけどもこのお話なんですけどもまあとある企業が絡んでいるというお話だったじゃないですかこのですね企業の真相なんですけども別にグラントエリーマルコムが調べなくてもうすうす世間の一般の人たちが気づくんじゃねか いいかなっていう設定になっているんですよなんで見ていてですねお別にこれこのメンバーが調べなくてもいいんじゃね後々明らかになるでしょこんだけ大事なことをしていればっていう風になってしまっていてストーリー的にはですねなんか見ていてですねうん別にこれやらなくてもいいんじゃねえかなという風に思ってしまったところもあったりしますそして、えー、編集が分かりづらいっていうところになるんですよねここはね思ったのが この作品ですねとある施設を舞台にしているんですよ。なので先ほどお伝えした通りでもう何回も言ってごめんなさいね8人ぐらいがですねまあお祭り騒ぎでいろんな風に各,各点々と動いてるわけなんですけどもそのねえっ、ー、と1人の人がですねなんかをしていて別のところに移動するえそんなにこの施設って距離短いのみたいな。 さっき車で行ってたのになんか瞬間移動で急に拠点変えてるけどこれどういう風になっているのみたいな風になるんですよ。なのでそういったところではですね、この施設間の距離って一体どうなってるのみたいな。もう各キャラクターがなんか瞬間移動瞬間移動していて、なんか施設内のですね、スケール感っていうのが僕の中ではですね、なんかわけわかんないなーっていう風になったっていうのがですね、率直な感想でございますね。はい。 で続いてなんですけどこれがね僕の中では一番引っかかったところでそれがですね今回の作品壮大なスケールだと思っていたら結局今までのジュラシック・パークワールドと変わらなかったなっていうところなんですよ。これ何かというと今回のお話っていうのはこの前のですね炎の王国で 恐竜たちが世界に溶け放たれちゃいました。じゃあどういう風に人間と恐竜の共存をしていきましょうか。そこが明らかになる作品だと思っていたんですよ。ただ、そこはですね、特に今までのジュラシック・パーク・ワールドと変わらなかったです。それでこそ先ほどお話しした通り、えー、施設がですね、メインになって物語が進んでいきます。なので、まあ、市街地線みたいのは確かにあるんですけども、なんかもうちょっとね、このジュラシック・ワールドのメッセージ性、 人間と恐竜の共存っていうものはこういう風になるんだよみたいなメッセージ性っていうものが組み込まれてなかったっていうのがね僕の中では非常にショックだったなと思います。それでこそ今回僕は「ジュラシック・ワールド」 ワールドの意味が明らかになる。新たなる支配者ってどういう風な意味なんだろうっていうのをですね、胸に劇場に足を運んだんですけども、そこがですね、うん、なんとも言えなかったなーっていうところでございました。はい。まあそんな感じでですね、おそらく見ている方々というのは、楽しんだ人と、うん、なんかちょっと微妙なんだよねーと思える方、半々ぐらいになるんじゃないかなと個人的には思ってます。それでこそ、炎の王国であんだけ広げた 風呂敷をですね、まあなんか半分ぐらいに畳んで終わりましたっていうところで、え、これで終演なのラストなのうーん、なんか映像面では楽しめたけど、メッセージ性としてはちゃんと回収できてなかったなという意見があります。はい。まあこのようにですね、ご紹介させていただきました。ちょっとですね、こう、やんわりとしたニュアンス、ちょっとネタバレなしなんでそういう風になっちゃったんですけども、そこはですね、ネタバレありの方でえ詳しくお話ししていきたいなと思っております。はい。 え皆様どうでございましょうかこのですね、ジュアシックワールド、新たなる司会者、えー、皆様のですね、コメントをぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では皆様、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあで